久ぜ道夫久く道夫は、日本の政治家、大倉官僚。第8、9、12、13代福岡市長、現用者社員。福岡県立尋常中学周遊館、旧制第5高等学校を経て、1900年、東京帝国大学法学部法律学科を主席で、卒業し、高等文館試験業政課に合格して、大倉省理財局に入省。 東大卒業時、周遊館、東大の4年後輩である後の首相、広田光輝に自分の覚悟を渡しており、広田は癖の優秀さにあやかろうと東大を卒業するまでこの覚悟を被り続けている。大倉省では、那覇税務管理局長、東京税関局関税部長などを歴任するが、1903年に退官。日本生命保険に入社し、後に、 東京支店長、取締役を務めている。1919年3月24日、第8代福岡市長に就任し、1924年5月29日まで2期を務める。1919年には、九州帝国大学農学部の設置に尽力している。1925年からは、福岡市議となり、第34代福岡市会議長にも、選任されている。 1928年2月、第16回衆議院議員総選挙に立憲民政党から立候補するも落選。その後、博多株式取引処理事長などを務めた後、1930年6月17日、再び福岡市長に就任。1938年1月21日まで2期を務め、博多港の第一港工事などを推進している。 1940年からは福岡県議を務めている。妻のサルダイは日本生命保険社長、衆議院議員を務めた片岡直春の次女ありがとうございます。